皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は現象としての自我というお話をしたいと思っています。昨日ですね、個性って当てにならないよねみたいなお話をさせていただいたんですけども、まあ、ごちゃごちゃ話して分かりにくかったかなというふうに思います。で、それ収録したのが5日ぐらい前で、ちょうどこの5日間の間にちょっと対話の場でですね、牛を忘れるというポッドキャストをやられているムロさんとお話をしたんですね。そこでですね、まあ、自我についてのなんかテーマだったんですが、そこでムロさんが言ってた言葉がすごく僕の中で昨日言ってたことと通ずるし、そしてよりスマートにね説明できているなと思ってですね、昨日の分かりにくかっただろうなと思って、ちょっとそのムロさんの言葉を改めてご紹介したいなというふうに思っています。理解が間違っているかもしれませんが、まあ、僕なりの解釈でお伝えできたらと思います。ムロさん曰くですね、自分自我みたいなものは台風みたいなものだと、現象に過ぎないんだと。台風はね、そのなんていうのかな、こう太陽の日差しによって海面の温度が高くなって水蒸気が発生してみたいな、そういうメカニズムがありますけども、じゃあ台風っていうのは常に世界中移動しているのかっていったらそうじゃなくて、生まれては消えてみたいな感じで、実体なんてものはないというか、その瞬間その現象として現れているだけであって、それがそうであり続けるというわけではないじゃないですか。それにもかかわらず人間の精神現象、自分の自我とか自分とか個性みたいなものをあると思い込んでいる、絶対そこに固定的に存在するものだと思い込んでいるっていうのはちょっと違うんじゃないか。それは相手との関係性であるとか、その時の環境、どんな空間にいてどんなシチュエーションでいてとか、あとはその時自分の体調であるとか、もしくはこれまでの経験とか、知識とか、記憶とか、いろんなものが合わさってですね、生まれる自我であると。だから極端な話、文脈が変わると、例えば電話に急に出るとパッと声が変わる人いますよねとか、子供と話す時と、外の人と話す時と全然対応が違うとかっていうのは、人格が変わったのかっていうとそうではなくて、いろんなね、いわゆる自我の発生する要因というかね、いろんな要因が変わってしまったがゆえに現れている現象に過ぎないんだと。だから一貫性がない、二重人格じゃないけども、こっちでこの顔して、あっちでこの顔して、どっちが本当の顔なんだろうって悩んだりする方がいらっしゃったんですけども、どっちも本当の顔というか、もっと言うとどっちも本当の顔でもないというか、現象でしかないから、どっちが本当とか、そんなものはないんじゃないかっていうのが僕の考えですね。うん。なんか結構ね、あっちではこういうこと言って、こっちではこういうこと言って、あの人ひどいよね、みたいなことをよくあると思うんですけども、あっちではこう言ったのは、あっちではそういう自我が現れて、こっちではそういう自我が現れたという現象でしかない。関係性の中で発生するもの、環境の中で発生するもの、自分の記憶、経験の中で発生するもの、自分の体調の中で発生するものっていうのがあるから、全部が合わさって初めてできるということで、ブレないある種自我というかを持つためにはですね、なんだろうね、同じような日々を繰り返して同じような刺激でっていう、なんていうのかな、かなり全体的なその条件をねコントロールしないと似たような自我っていうのを維持できないんじゃないかなというふうに思いますね。だから刺激が強い生活を送ってる人っていうのはどうしてもですね、まあ、自我みたいなものがこうブレやすいというかね、刺激にさらされ続けているから、まあ、現象だと捉えた時にはやっぱりそれを構成する要素が変わってくるわけだから、どうしてもねその自我みたいなものが日々ねこうブレていくというかっていうのはしょうがないことなのかなと思ったりしますね。だから自分がどちらかってしまっているというか、なんか自分って何なんだろうみたいな感じですごく不安になっちゃう人なんかこそですね、なるべくルーティーンを取り入れたりとか、それこそ瞑想であるとかサウナであるとかですね、ちょっと自分の内面をこう静かに見つめることができるような習慣を取り入れるというかですね、いわゆる安定した環境の中にいればやっぱり自我も安定しやすいと思いますので、ちょっと刺激にさらされすぎているんじゃないかなというふうに思ったりしますね。なぜなら自我というのは現象でしかないから、その刺激も自我を構成する要素になってしまうので、その刺激が変われば当然自我も安定しないということになるのかなというのが僕の考えですね。なので僕はね、なんか比較的この自我みたいなものはとか自分みたいなものが安定してるなと思うのはルーティンが多いからなんでしょうねっていう風に思いました。結構ね、本当仕事がどうしてもイレギュラーでいろいろ刺激が変わることはあるんですけども、その中でもですね、まあ、一般的にバリバリ働かれている方に比べると刺激は少ない方だと思いますし、それを取り除いた生活の部分でいくとかなりルーティーンで構成されていて、自分ってものにすごく安定感があるのも、その内面的なとか自分の個性がとかっていう話ではなくて、そういった生活を送っているから心も安定しているっていうのが一つあるのかなというふうに思ったりしました。別に答えのある話ではありませんけども、自分はその方に優に考えていて、個性なんて当てにならないよねっていう、ちょっと昨日の分かりにくい話もですね、
自我っていうのは現象なんだ、台風みたいなものなんだっていう室さんの言葉をですねお借りするととてもしっくりくるなと思ったのでご紹介させていただきました。なんでしょう、自我みたいなものに苦しめられてる人がいらっしゃればですね、いや現象でしかないんだからぐらい考えてみて、台風が発生するねそのメカニズムってわかるわけじゃないですか。なので自分のその自我が発生するメカニズムみたいなものをですね、台風が発生するメカニズムみたいにちょっと分析してみて、うまくね、環境とか自分の状態をコントロールしてみるみたいな、自我なんてものはある種現象として、コントロールできるんじゃないかみたいなね、観点も面白いんじゃないかなというふうに思いますので、この考え方がちょっといいなと思った方はですね参考にしてみてください。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。